よし、じゃあ本日これ使っていきましょう。ビーク 2.3g と 3.3g、 今回は 3.3 でいきましょう。まあパワーフィネス用として 4.3g をこの間使っていきましたが、今回はパワーフィネスじゃないということですね。軽いウェイトを使うということは。よし、ゴミは持ち帰ろう。で、タックルなんですけど、待て、オッケーオッケー、これでいいこれでいいわ。たまたま10本だったわ。でめっちゃ少ねえ糸俺リールにライン巻いてねえやんけ、びっくりした今。そんなことある？家でさ、ルアーを結んでこないからダメなんだよ。この撮影のためだけの10本道何回巻ける？めちゃくちゃ少ねえ。なんかこれもうリーダー用かなんかでやってるやつだわ。1回、2回、3回、4回、16、17、18、19回、19回、14、5メーターしかございません。ベイトフィネスリールは最低限の糸巻き量に抑えときましょうよっていう触れ込みなんですけど、それでも30メーターは巻きます。普通15、6メーター、14、5メーターは足らんそうね、これはもうキャストできないということですね。ピッチングの距離感で勝負しなきゃいけないということなんですが、まあそこはね、今回の撮影に関しては問題ないかなって思ってます。なぜならばビークを使うというところで皆さん差しがついてるかもしれないんでね、まあ、おいおい話していきたいと思いますが、まあしょうがねえ、これでやろう。で、トレーラーとしてなんか新しい音出すのめんどくせえからハイワームを使います。なんかいいのある？これでいいや。なんかシャッターテール、よくわからないシャッターテール巻かねえっつってんじゃんっていう話なのにな。どうだ、まあいいでしょいいでしょ。じゃあ移動していきましょう。ここは前回 AKD チャッターで、ヘビ、山かがし君かうん、まあいいや。前回 AKD チャッターで来た時なんで、来たところですけど、前回の兆候って巻くより吊るした方が釣れんじゃねえみたいな話をしてたんですよね。で今回じゃあ吊るしてみようっていうことで来た次第でございます。でもやる場所はあそこだけ、他に吊るせるような場所はございませんからね。ただちょっとそこだけやりたい感じはある。一応これシャットテールだから負けるよな。負けるけど、あ、いいね。シェイクした時のこのテールのピロピロ、いいじゃん。15メーターってどれぐらいだ？あ、これでなくなる。パワーピッチングしたらダメな距離だね。まあ、近距離戦ですから、今回は。なんか結構すぐそこに人いいんだよね。で、吊るしなんだけど、こういうカーブフォールも入れながら。やりますが、ちょっと人がおるな。あ、来た。あ、でかかった。でかかった。でも、もう無理かな。あ、もう無理やな、多分。取った方が良かったね。うん、移動しましょう。今のでかいのもったいなかったね。あ、おるあ、ダメか。うわ、なんか嫌がったな今。でかかったな今。もうおらん？ダメっぽい。さあ、まあでも本命はこっからですからね。よし、来た。ここよ本命、吊るしポイント。さあ、息が荒れるぜ。釣れるかな。今んとこ魚が見えない。
ダメやね。おらんね。あそこ。よっしゃ、入った。完璧。パーフェクトポイントに入ったよ。この間と状況違う的な話する？なんか今日巻いた方がいい気がしてきたな。今日は巻いた方がいいんかな。そんな日替わりされたら困っちゃうよな。魚がおらんな。いやー、やべえ。そもそも魚がおらん。うわっ、え、パス。ちょっと待って、えげつねえサイズだったぞ今。あれパスか、マジでいってる。不用意に投げてしまった。うわぁ、消えた。あー、残り惜しい。今のでかいの、でかかったな、あれマジで。意外と釣るし釣れんな。魚がおらんのかもしれんな、ここら辺に。魚おらんくね。魚がおらん気がするんやが。意外と吊るし効くんじゃねえって思ってきたら全然釣れんや。魚がな、思ったほどおらんよね。いって、頭打った。おらんね。この辺うろーってしてくれんかね。いやー、こういう浅いところにほんといなくなったね。お、いたいたいた。やべ、ちょっとビビらしちゃった今。よっしゃ、今のが食った。よし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 。ちょっと待って、バレんなよ。あ、これバレそうだけどね。よいしょ、足場が高い。よーい、今見えた魚や。多分よう食ってくれた。釣りしてバーチカル、バーチカルフィッシュ。やっぱ魚がおらんかったんやろうな、釣れんかった理由としては。よっしゃー、むちゃくちゃでかいわけじゃないけど、オッケーオッケー、やっと釣れた。ビークの吊るし、吊るしっていうか、今のはもうバーチカルでシェイクして壊して一匹。そこにいたやつやね。おお、30センチぐらいです。夏場に釣った40よりで嬉しい。いやー、よくやった、あいつよくやった。一匹しかおらん。今の、いや多分ね、今みたいにちゃんと食うんやろうけど。でも今のはラッキーやね。さ、その辺もうキワキワにいたんだけど、俺はこの石の上に乗った瞬間ペーンってどっか行ったんよ。あ、もうダメかなと思ったけど、戻ってきてくれたわ。多分ね、多分今の魚沖にもう一匹いたんかもしれんけど、まあ、この感じでそれはないでしょう。多分おりゃ食わせられるのは釣りしなんやろうね。でもおらんかったらマジで意味がないんだ。まあ、これが秋のカバーっていうか、うちの釣りだね。ちゃんとやればすげえ釣り、あ、
おるおるおる。え、それバスだよね、多分。いや、食わんのかい。で、サイズがでかいもん、あいつ。あいつはサイズがでかい。うわ、消えたか。まあ、チャンスある。あー、残念。最後でかいの釣って締めたかったね。いや、食わなくなったね。やっぱり秋の洗礼を受けてます。秋って難しいよな。ハイシーズンの春夏を過ぎてるから、いわゆるプレッシャーが一番蓄積されてるタイミングだとは言われるけど、まああとは季節の変わり目とかあるんだろうね。なかなか食わん。これ一発雨でも降らんとダメかな。あのアプローチで食わないってなったら、いや、まあ食ったけどショートバイトやったな。うん、あれはもうなんかトレーラーが良くなかったんだと思う。横着してなんか適当なトレーラーつけたからさ、こんなのつけちゃったから。もっとちゃんとしたやつやったらもしかしたらなんか変わってたかもしれない。あとはトレーラーの色とかね、トレーラーっていうかスモラボの、そういうシビアなところをやってなかったね。いやー、2回ぐらいチャンスあったんですけどね、釣れんかった。うん、多分かめっちゃ釣れる釣りじゃないけど、いや、浅いところに登ってるでかい魚が単発でいるから、それを取っていける手段だとは思うけどね。俺が取れんかったな今回は。締めようとしてるけど、もうバッテリーがないんよね、 GoPro の。だからもう魚が来るまで待てないかもしれない。またリベンジしていいっすか。今度はちゃんと道具立てして再チャレンジということでよろしいか。悔しい。なんか本当はこれ言うのをボツにするか、また後日って2日目の動画もくっつけてっていう感じにするけど、ちょっとね、陸王ダービーがあるんで小出しにさせていただきたい。じゃあお疲れさん。うん、ちくしょう。